こんにちは。仲人ハッピーの恋愛婚活応援チャンネル、今日も始めます。今日は、初対面でも盛り上がる、鉄板の話題をお話ししますね。銀座のホステスさんの間では、喜怒に立ちかけし、衣食住という、話題ネタがあって、喜が喜高、怒が道楽、にがニュース、たが旅、ちが知人、かが家族、きが健康、しが仕事、衣食住がそれぞれファッション、グルメ、住まいということらしいんですが、会話のワードの一番最初の文字を並べたものなのですが、すごくよくできてて、なるほどですよね。で、うちの結婚相談所では、男性会員さんが入会して、お見合いの前にお伝えするようにしているんですが、会話に困った時に、立ちつてと中に入れっていうものなんですが、やっぱり、さっき話した、ホステスさんの話題ネタと、同じようなものなんですが、やっぱり、お見合いじゃなくても、初対面の場合、無言で、黙って沈黙の時間っていうのは、結構、誰でも気詰まりなものだと思うんです。で、それを考えたときに、これを知っていると、覚えていて、ある程度こう会話ネタを準備しておくと意外とこう困った時に使えるじゃないのかなと思いますので、聞きください。まず最初に たが、食べ物なんですが、例えば、好きな食べ物、好きな苦手な食べ物、あと好きだった給食とか苦手だった給食とか、一番当たり障りのない話題で、男女老若男女を問わず使えるネタだと思うんです。例えば、給食ネタだったりすると、私の時代ですと揚げパンが人気があったとか、給食ネタはただ年代が結構バレバレになるんですが、ジェネレーションギャップとかもちょっと感じますね。で、でも多少笑えるくらいのネタの方が盛り上がると思うので、その辺の好きな食べ物、苦手な食べ物だけでも結構お話が盛り上がることと思います。次に、地ですね。地域なんですけど、地元のお祭りですとか、近隣の面白い風習ですとか、地元の方言とかね、意外と、ちょっとくすっと笑えるくらいのネタが提供できると、話が盛り上がるかなと思うので、例えば、我が家の話で言うと、うちの方の地元では、ゴミを捨てることを、ゴミをうちゃるって言うんです。あと、折り曲げることを、おっかくとかね、かき回すことを、かんますとか言うんですけど、以前、私が勤務していた会社に、結構、私は埼玉県の県北部なんですが、県南の方から出社されてる方がいて、その方たちに私が普段結構時々方言、この地元の言葉とか話してしまうことがあって、そうすると何それって意外と同じ埼玉県内でも通じなかったりするんですね。なので、こういうちょっとくすっと笑えるくらいのネタをいくつか準備しておくと意外と使えるかもしれません。
次、勤め先の勤務先の話なんですが、勤務先で例えば作っているものとか、仕事の話だと意外と話し慣れしていない男性でも意外とお話ができるかなと思うんですが、ただ仕事内容をね話しするときは何も知らない人に説明をするわけだから、かいつまんで分かりやすいように簡潔に話すことを心がけないと、きっとも相手が理解してもらえないっていう事態になるので、気をつけた方がいいかなと思います。以前なんですが、うちの女性会員さんがお見合いで、食事に行ってきた帰りに家に寄って、男性会員、そのお見合いした男性が、自社で作っている商品の説明をなんか延々とされてたらしいんです。で、うちの女性が帰ってきて、なんかプレゼンを聞いてきたみたいだったんですよみたいなお話をしてまして、結局あんまり熱くこう話してしまうと、女性にしてみるとこう何のこっちゃってことになってしまうので、こう相手の反応を見ながらお話しすることを気をつけた方がいいかなと思います。次に、手が天気なんですけど、例えば、最近の天気事情とか異常気象とか、ね、つい最近の台風15号とかあって大変な被害を、ね、千葉とかなんか本当気の毒なぐらい、ついこの間は19号だったか、それも雨の被害すごかったですよね。で、うちの方も、私の地元も、我が家は全くこれといった、多少雨漏りなんか、普段そんなことないのに、風が強かったからかなと思うんですが、雨漏りを何箇所かあったくらいで、これといった被害はなかったんですが、本当同じあざでも、地盤が低いお宅とか、川の近くのお宅とかは床上浸水したお家とかもあったらしいので、そういう異常気象のお話とかが意外と話せるかなと思うんですが、ただなるべく明るい、ね、話題を提供した方がいいと思うので、初対面の場合はやっぱり確かに ひどかった、台風とかでね、被害がひどかったですねっていうお話をするときはさらっとするのがいいかなと思います。はい、次に、党なんですが、富で、経済の話なんですが、例えば世の中の景気とか会社の景気とかのお話があるかなと思うんですが、女性相手だった場合は、初対面だと、こう、日本経済の話などをあまり熱く語りすぎてしまうと、総じて女性は経済の話はあまり好きじゃないと思うので、やっぱり反応を見てするのが大事かなと思います。次に、名前ですね。なんですが、これ、名前です。自分、いや、家族の名前、あと、憧れてた名前とか、周りの珍しい名字、名前とか、あと、自身の名前の由来などを、ご両親から聞いておくと、いざという時に意外とネタになるかなと思います。例えば、私の以前の勤務先の取引先に、ウガジンさんっておっしゃる方がいらっしゃったんですけども、漢字、電話だったので、漢字をお聞きするのに、お相手の方が、宇宙のう、年賀のが、イエス・キリストの神の神って、説明されたんです。それを聞いてて、ああ、やっぱりこう珍しい
ね、お名前だから説明慣れされてるなと思ってとても感心したことを覚えております。私は竹政っていう名字なんですが、この地元だとそれほど珍しくはないんですが、なんかよそのこう他の地域の方に言わせると竹政ってどう書くんですかって言われるから、こう地元でねその名字とかは結構お話になるかなと思います。次が、蚊ですね。体になんですけど、それがやっぱり自身や家族の身長や足のサイズだったり、こう大きい話とか小さい話とか、あと男性の場合だとこう高身長ってやっぱり女性からしてみると高ポイントらしいんです。なのであとは身長の割に、手が大きいとか耳が大きい、耳が折れる折り曲がるとか、体が柔らかいとか硬いとか、そういうことが意外と会話ネタになるかと思います。私のことで言うと、うちは夫も次男もとても身長が大きくて180、6あるんです。だから靴のサイズとかも28センチとかとても大きいんですよね。なので上がり口に置いてあると邪魔だからみたいな、旗に寄せておいてねみたいな、そんな感じなんですが、そういうところも意外と初対面の場合会話ネタになるかと思います。次に2ですね。これニュースなんですけど、最近の明るいニュースとか、過去の、大きなニュースの時何をしていたかとか、自分の中のこうニュースですね。あまり悲劇的なニュースではない方が話題ネタとしたらいいかもしれません。あとは、ね、大震災の時に私は何をしていましたとか、そんなのも会話ネタになるかなと思います。一点ちょっと気をつけていただきたいのが、こう自分のね、ニュースをお話しするときに、お給料とかボーナスがすごく、例えば良かったんですよとか、そういうお話をするときに、初対面の方に、お話しするときだと、結局自慢話に聞こえてしまうと、これお見合いだったりすると相手の方にしてみると、ただのなんか自慢話を聞かされたって取る女性が意外と私の経験則なんですが意外と多いので、この辺は自慢話に聞こえないようにこれは気をつけた方がいいかなと思います。はい、次が、はーですが、流行りなんですね。世間の流行りとか、グルメとか、人気のスポットとか、流行りの旅行先とかね。今時の話で言うと、タピオカミルクティーとか、すごい流行ってますよね。で、飲んだことありますかとか、あと、キャンプがすごく流行ってるらしいですね。それで、キャンプ好きですかとか、そういうのもネタになりますよね。はい、次が、いいですが、異性についてなんですが、これ、初恋のお話とか、幼馴染の、お話とかがいいかなと思うんですが、例えばね、昔の初恋の子に、クラス会で会ったら、なんかすごく太ってたり、なんか変わり果てて、めちゃめちゃ驚いたとかね、幼馴染がクラス会で会ったら、なんかとてもつけてて、なんかその辺で会っても、
多分わからないだろうとか、やっぱりそんな若干くすっと笑えるネタにできると良さそうです。で、次が、最後ですね。はい、例の例で、レジャーなんですけど、好きなレジャー、自分の好きなレジャーとか、やってみたいレジャーとか、例えばコツは、自分の好きなレジャー話だったとしたら、自分の好きなレジャーを話ししながら、どうですか？もしも、相手も好きなんですとか興味があるんですっていう、共通点などが見つけられたら、今度ぜひご一緒にいかがですかみたいに、次のこう出会いのチャンスにつながるようにお話が、持っていけるととてもいいと思うんです。なので、心してこういくつか会話ネタを準備しておくといいですね。一般の人でなかなか上手にお話ができる方っていうのは、本当お話慣れしている一握りの方だけだと思うんです。なので、自分がもしも話し下手だと思ったら、立ちつてと中に入れというようなこうワードをきっかけに話せるように、いくつか準備されておくことをお勧めします。準備しておくと、本当に言葉に詰まった時に、やっぱりこの辺は慣れだと思うので、いくつかネタをこう準備しておくと、特にお見合いパーティーとかね、意外と使えるかなと思いますので、やっぱり自分が話したら相手に振ってお話をこう持っていくみたいにするのがコツかなと思います。そうですね、こんな私もこう話し慣れているわけではないので、なかなか今回こう YouTube で顔出しを始めて、今回が5回目ぐらいなんですけど、なかなかカンペを用意しておかないと言葉が出てこないですよね。なので、こう本当一般の方って誰でもやっぱり人前でお話をするっていうのは、もう本当これは慣れだと思うので、私もこうアウトプットを YouTube でね、アウトプットを重ねて少しずつ上手になると思いますので、温かく見守っていただけたらと思います。それでは、今日はこんな感じで、ザコールハッピーの恋愛婚活応援チャンネル終わりにします。お付き合いいただきましてありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。